さあ、ここで方言ニュース行ってみましょうか。えー、今日の担当は上地和夫さんです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さい、えー、おすまさはりたるおわちやびんや。洗濯物、よう、おお、わらせびんてさい。はい、さい、ごそよ、うがんじゅう、おあちみせびいみ。さて、昼夜、十一月の十七日。旧暦、うちなんのくうめ。十五日の十八日にあたとびん。まあ、昼夜、あの。 奈波展からの出前放送のスタジオの中はワンチュ、えー、開きといびん東西、えー、中琉球新報の記事の中から、うちなありくりのニュース、うちてさびら、中のニュースや、えー、鹿児島県世論庁の菊千代さんと息子の秀則さん親子が、世論町民栄誉賞受賞、時のニュースやびんゆりなびら、 えー、世論の文化を伝えるユンノ島の文化封じしている世論民族村を開設した、えー、平チャるチコタル菊千代さん89歳と菊さんの子、えー、息子の秀則さん59歳は親子で親子さんに世論の言葉ユンの言葉の保存継承に尽力しユンの言葉あ抜くち クワンマガニ、えー、ウキチガすることに、えー、チクシミソウチキクさんはこのほどクン町民栄誉賞を授与されましたサジカイビタン千代さんは世論に、えー、このユンノ島があがねやしくなたる1960年代、えー、世論に経済成長の波が押し寄せた1960年代 生活様式の変化によって消えてゆく暮らしの様変わりによってこの年、ね、なって一日生まれる数定道具あちみはじみやびてみんぐを集め始めみんを使わないとその名前も忘れ去られこの数定道具お時間な,、えー、なれから道具の何わしりて 年内みそち、おチウミミソチ歓迎みそチユンヌクトバン消えてゆくと思いノートに1万語以上を記録しました。このんぬく万万、以上、ちるさびたんその成果がウりが2005年に高橋利三さんとの協調。 チクミソーチャルシムチヨロ方言辞典としミイナイビタン結実しました。千代さんはなせばなるがカクンなしばなるなにごとんがやぬならしかくんやいびんいつも挑戦だと思って自分を励ましている一員戦いんちおミシウミし,えおみいしどういさみそういう100 芭蕉布を織り続け108マディンバサノノウイチキテ世論では120歳のばあちゃんが芭蕉布を織っているユヌシマウて120並みせるおー名がバサウトウミセに評判になって評判になって世界中の観光客が来るようにしたい。 えー、資金を満ちゅうの観光着のメンセージやびらにち見割れさびたんほほえみましたユンヌフトバの文法書シリーズを執筆発刊しユンヌフトバのお本音ジャシミソーチャルジャシミソうチ地域の公民館や小学校でもユンヌフトバを指導している奈良町見せる息子の秀典さんは 私が子供の時のように、えー、どうがわらばは自分のことに、全島民が共通語とユンの言葉のバイリンガルである状態にしたい。島の地中、女が山口とユンの言葉、ターチの言葉誓いをするよう、なしぶさん、しぶさん、みんなが当事者意識を持って言葉の継承を考えてほしい。女がどのことんち思って の言葉があふき違、えー、って一応し歓迎的いしわね願お、ね、いびんと話しました。んち話おはなそういびん。ちょうや鹿児島県与論町の菊千代さんと息子の秀典さん親子が与論町民栄誉賞受賞にのニュースをしていされたん。とんせんまた来週、ゆしりやびらにデビル、にへいでびる。